里崎チャンネル。じゃあこんにちは。では前回の続きですね。はい、長くなるんでね、はい、もうキュッと早めにもう前段なしですぐ行きましょう、はい、あえて言います、はい、全チームウィークポイント。はい、あえてじゃあ、あえて見つけるっていうね、はい、やらしいなっていう企画です。そんなことばっかりやってみたいな ね企画です、はいはい、ということで、今日はね、7月31日ということで、はい、まあ、6月始まってから7月終わって、はい、ウィークポイントをね探っていこうというところで、はい、今日はさ、パ・リーグ3位4位の西武ロッテ、うん、でセ・リーグ3位4位の DeNA 阪神やっていきましょうか。はい、じゃあまずロッテから、はい、ロッテのね、ウィークポイント、はい、もう分かりやすいです。はい、もうはっきりしてます。はい、荻野レアード早く帰ってこい。荻野が怪我から復帰とレアード早く復調、もうこれです。ちょっとそこ大きすぎますね。でかい、もうこれです。あともう一つあります。はい、ジャクソンショック。あ、でもなんかもうちょっと懐かしい感じがしてきましたけど、はい、はい、なんかあの ね今日の新聞に、うん、なんかあの処分保留で釈放みたいなね、はい、記事が載ってましたけど、うん、あのジャクソンショックで中継ぎ陣が崩壊気味です、うん、いやそこも大きかったですね。だからまあね、うん、あのまあそのジャクソンがいるときはハーマン、ジャクソン、ハーマン、はい、増田っていう形でね、うん、7、8、9やってましたけど、はい、まあ、ジャクソンがいなくなって7回ね登場がいきましたけど、うん、まあ、15試合でね防御率 6.75 だったりとか、あと石崎11試合で 10.64 防御率、はい、まあ、大野が14試合でね 4.91 とか、うん、なかなかうまく回らないというところで、はい、中継ぎ陣のね入れ替えなんかも行われて、長野、南、うん、唐川なんかも帰ってきてね、なんとか中継ぎ陣の立て直しを図ろうとしてますけど、はい、若干崩壊です。やっぱりこのジャクソンショックがでかいっていうところと、はい、あと攻撃陣ではやっぱり荻野が怪我で、はい、いなくなったことによっての、いやー、だって荻野選手のやっぱ足の盗塁もね、ずっと取ったじゃないですか。荻野なんて失礼したら、うん、気づいたらホームに帰ってきてますから、はい、本当に。だからロッテで言うと、うん、今チーム防御率が最下位なんですよ。あ、そうなんだ。パ・リーグ、はい、でチーム打率がパ・リーグ5位、うん、5位、うん、で、盗塁がでも32個で1位、はい、で得点が140で5位、うん、で161失点が5位というところで、はい、まあ、なんとかね終盤、うん、和田とか岡とか出して、うん、秋で かき乱してやろうと思ってますけど、はい、もうね、もう明白なウィークポイント、はい、あのもう荻野とレアード、あとジャクソンショック、はい、この3点です。でも そういうのって改善しようがなかなかないじゃないですか。いや、どうぞ多いの帰ってくれば。でも帰ってこられるかって、そのね、やっぱ状態次第で分かんないから。そうなんです。だから早く帰ってこい、来い、荻野と。はい。早く来い、はい、帰ってこいと。荻野が来ないと負けちゃうよっていうね。すごいです。よくすぐね、あの替え歌思いつきますね。すごいです。でももうここも荻野が早く帰ってきてもらうしかないですよ、もうこれは。でもどうですか、代わりにその今出てる若手とか、だから福田っすよね、はい、FA で帰ってきた怪我から復帰でね、はい、うん、でもまあ福田がね、でも安田選手もね、まあ、頑張ってますし、袴田さん、はい、あの僕は頑張ってるっていうのが評価にないんですよ、はい、そっか。結果出さないとダメっていう、そうそう、僕はもうあの頑張んなくてもいいから結果出してくれっていうので、はい、あの頑張ってるのは全員っていうね。そうですね、頑張ってないやつはいないっていう。確かにみんな頑張ってる、はい、だからあの頑張ってるっていうのがちょっとあの残念ながら1ミリも評価にプラスされないっていう、はい、あのところでですね、あの、まあ、その福田がね、はい、打率1割7分2厘とね、うん、まあ、結果としては出てませんし、そうですね、だからまあちょっとね、うん、レアードも昨日代々出てきてね、はい、甘めのポップフライで最後ね終わりましたけど、うん、でも簡単でしょ、はい、ロギノを帰ってきて、はい、レアードが復調したら、はい、いけるんですか。まあ、だって最初ね、あんだけ練習してたわけですからね。そうなんです、そうなんですよ、うん、まあ、でもオリックスの自滅っていうのはね、あの否めないんですけどね、はい、あのだから今日時点ではね、借金1になったんで、うん、そのオリックスの6連勝の貯金全部吐き出しましたけど、ね、でも練習しといてよかったってことですよね。そうそうそう、だからそこのね、連勝があったからこそ借金が1に収まってるんで、保ててるわけですね。そうそう、だからここ今踏ん張りどころですね、うん、
ロッテでいうとね、はい、もうだからビーズのギリギリチョップがかかってるかもわかんないですね、今懐かしいギリギリっていうね、コナンの主題歌とかバックミュージックでね、はい、かけられないんで、はい、頭の中で再生したギリギリってなってるかもわかんないですけど、はい、まあ、本当にもうここはギリギリ、はい、なんとかね踏ん張って、あとはもうエースの石川がねやっぱ勝ち星つけなきゃいけないんで、まあ、今日どう回してね、はい、初勝利になって勢い保てるかどうかっていうところもあるんでね、若手の種市、はい、岩下、小島とかね若いピッチャーがねしっかり投げてるっていうところもありますし、楽天から来たハーマンもね、はい、いい感じで投げれてるんで、安田もね4番になってから、いいところでね打ったり成長もね感じられる戦いができてきてるんで、で、まあ、井上のね3ホーマー打ったりいいところもあるんですけど、いいところあるんですけど、はい、それをギューッと結果に結びつけてるのは荻野とレアなんですよ。はい、だから荻野選手が出ることによって井上選手が返せたりとか、そうそうそう、だからね、ここあとは下位から作ったチャンスを荻野で返すとか、はい、まあ、ここです。そうですね、はい、改善点荻野レアとジャクソンショック解消できればいつでも上行きます。はい、早く戻ってきてください。はい、続いて、西武ですかね。はい、西武はですね、これもまだ簡単です。はい、ライオンズは、はい、でもライオンズもちょっとウィークポイントが解消されつつあります。はい、森です。あ、森が今年ね、ちょっとスローイングもそうですけど、うん、全体的に状態が上がらなかったんですけど、はい、昨日2000年ポンポンとね、はい、2発打ってちょっと打撃がね、こうやって上向きになってきてるんで、自分でもヒーローインタビューでね、ちょっと上がってきたってね、はい、そう言ってましたね。だからここはね上がれれば、はい、もう西武は打線の中で、うん、まあ、あと、まあ、若干ね、まあ、山川もね波ありますけど、ホームランはねしっかり11本打ってるっていうところでね、うん、で鈴木翔平の出現とかね、はい、まあ、ベテラン中村、栗山のね活躍とか、はい、スパンジェンバーグもねちょっと波ありながらも頑張ってるっていうところでね、うん、森がクンって出たら打線の周りがグーンってなって三足だぜーってなってくるんで、はい、持ち前のね、うん、頑張りっていうのもできますし、まあ、中継ぎはねギャレット、平井、平、そして増田、この4人がねチームを引っ張ってね終盤勝ち越していくっていうところでね、チーム防御率はね4.44 というところで、はい、まあ、ロッテが最下位になっちゃったんで5位って、ね、いうところですけど、うん、でチーム打率が、ね、2割4分6厘と若干セーブにしたら寂しいんで、やっぱこう打線を、ね、上げていかなきゃいけないですね。うん、今ちょっと足かせになってはその打線の援護点なんで、はい、まあ、そこを森がねクッと上がっていければいいところなんで、ちょっとウィークポイントね改善されつつありますけど、はい、まあ、でも一番改善しなきゃいけないのは、はい、結局先発です。もうこれはもう毎年そうです。なかなか改善しきれてないっていうね、はい、もうそれそうだっても打線が打ち勝ってくれてたわけですよね。そうなんですよ、そこが打線が打ち返してないんで、うん、やっぱこのね今順位が3位っていうところでね、うん、順位が上がりきらないところですよね。だから今井もね6試合投げて2勝3敗防御率6点台ね、うん、で高橋光南も2勝3敗5点台の防御率っていうね、はい、でまあニールがね、うん、投げると負けないっていうね、負けない、そうニールの神神話っていうのがあるんで、はい、まあ、そこら辺のね勝ちを金曜日に拾えてるっていうところはね、まあ、素晴らしいところですけども、はい、与座がね、まあ、プロ入り初勝利してから、うん、昨日の試合もね落ち着いていいピッチングできたんで、はい、ここから伸びしろっていうね、うん、まあ、防御率 4.18 もうちょっと下げたいかなっていうところで、まあ、でもねこの与座にしてはねこのちょっと未来見える感じの投球してるかなっていうところなんで、やっぱ今井、はい、高橋、松本、はい、防御率 6.54 1勝3敗、はい、でまあ、でも田和田がねこのちょっと療養中でしたけども、はい、試合が登録されて、うん、ここから救世主になってくれればね、はい、先発陣の厚みが増すんで、うん、ウィークポイントはね先発、先発頑張れ今井高橋、そして松本、はい、田和田ここから頑張れ、ね、っていうところで、はい、この先発陣がね改善されていければ、うん、一気にね好転していくでしょうし、はい、まあ、打線はね森が復調してきたんで、うん、そういった面ではねいい戦いできるんじゃないのかな。8月構成ね期待ですよね。はい、で続いてセリーグ、はい、阪神のね、はい、ウィークポイント、はい、簡単です、はい、ミスを減らせ。あ、なんか聞いたことあるな前回の動画に出てきましたね聞いたことあります、はい、ちょっとここ一でのね、はい、ちょっとエラーとかミスっていうのでね、うん、勝ちきれてないっていうところもありますし、はい、でもやっぱりね最初ね大山使わなかったりして、うん、大山梅野でボーアもサンズも打ち出してきて、はい、チームとしてはいい形でできてるんで、いや今結構爆発力ありますよね。阪神ね、はい、ウィークポイント探すの結構大変よ。うん、いや今すごいです満塁ホームランこれもねあえて探さなきゃいけないんでね、はい、そうですよね、はい、ダメだって言ってるんじゃないんですかねあえて探しちゃう、はい、いやすごい。あとはですね、はい、やっぱりその7回の、うん、やっぱりピッチャーが、はい、若干不安定あるっていうところとね、岩崎が抹消されちゃったんで、はい、うん、そこら辺がね
どううまく編成していくのかなっていう不安要素はありますけども、はい、まあ、打てば勝てるんで、うん、もう阪神は、まあ、ウィークポイントであり今ストロングポイントでもある、はい、欠けてるのがところが、まあ、ミスをねエラーとかをね減らしていくっていうのは大事なんですけど、もう打線なんですよ、はい、タイガースは打線次第、はい、だこの打てないか負けるぞ、今の勢いを保っていけば、はい、ね、いいぞっていう、ね、そうそうそう、でもあのね火水木も、はい、まあ、あの早朝チェックでもやりましたけど、はい、火曜日20点取って、うん、その後ねあのパンパンで抑えられるっていうね、はい、どこ行ったんやみたいなね、だからもう打ち勝つしかないんで、だからもう打線が湿ったら終わるっていう、ね、はい、ところで、だからあえて言うならウィークポイントは打線っていうね、みたいな痛そうだった今気をつけて、はい、あえて言うならね、はい、あとはやっぱりそういう小さいミスをなくしていこうっていうね、はい、でもいい形のチーム構成にはなってるんで、まあ、8月構成もね、まあ、期待したいですね、はい、あとは怪我人注意ですね、うん、それと DeNA、 DeNA はね今のウィークポイントはこちらです、はい、じゃじゃん、投手の打席での作戦、投手が打席に入った時の作戦が、はい、あのもうちょっとうまく回るんじゃないのかなとね、あの、まあ、ここは正直今はもう何ていうんですかね、取材もできないんで、はい、確認作業に行けないから、うん、そこがもうちょっと取材して知りたいなっていうところがあるんですけど、はい、ピッチャー打席に立ってる時にノーアウト1塁、ワンアウト1塁とかでバントしなかったり、普通に打たせに行ってチャンスメイクしなかったりっていうところもあるんで、そこら辺例年だとねグラウンドに降りて取材できるんで答え持って喋れるんですけど、今年はねあの答えを持てないっていうところでね、若干そこら辺がどうなのかな、ちゃんと調べてから喋りたいんですけど、ちゃんと調べられないっていうところがねちょっと苦しい僕自身がね、でもあえて言わなきゃいけないんで、そういったところのね作戦面があと1点、打線がいい中でのね梶谷一番状態いいところでもう1点取りいくところで取りきれないっていうところでね、勝ちきれてないのかなと。あとまあもう一つはね、はい、今回ちょっと名指しになっちゃうんですけど、はい、山崎康晃、あーそうか、抑えがちょっと今ね7回になって最終回三島投げたりしてるんで、はい、やっぱりあの山崎康晃が最後にドーンって座ることによって、うまくエスコバーとか三島とかね、国吉とか、っていうピッチャーをうまく組み合わせながら、まあ、石田とかね、はい、組み合わせながら最後に持っていくっていうところでね、まあ、強さを引き出せるんで、はい、今パッとエスコバでそして三島、うん、で石田、とかその中継ぎ陣ね状態も上がってきたピッチャーいっぱいいるんで、はい、この山崎康晃がね最後パシッとハマればもうドーンっていくんですよ、はい、やっぱ絶対的守護神って大事なんですよね、そうなんですよ、そうやっぱ計算するときにね、だから山崎康晃なんとか頑張れっていうね、はい、ここ今踏ん張りどころなんで、うん、まあ、コロナの影響あってねいろんなところで難しい局面あるかもわかんないですけど、はい、山崎康晃が、はい、ヤサギジャンプが復活できれば、はい、うん、いつでも上に行ける、頑張れ、わー頑張れっていうところがね、はい、まあ、今回4チーム、はい、まあ、あえて言いますウィークポイントですね、はい、あえて言いましたね、やっぱでも順位が上がってくるにつれて、はい、そこまでウィークポイントってはっきりはしてこなくなるじゃないですか難しいよこれそうですね、あえて言うんだから、そうだ、言わなくていいことをあえて言ってるわけですよね、そうですそうです、うん、そこ無理やり言わなくてもいいんじゃないっていうことなんですけど、はい、そういう企画だからね、はい、そうですね、みんな分かりながら聞いてくださってるわけですよね、そうです、でもそういったところもね、はい、ちょっとずつやっぱ優勝するチームっていうのは、うん、そういったところをどんどんこう消していって改善していったチームが優勝していくんで、はい、そういう一部の隙もねなくさないようにしながら勝っていくことが大事ですよね、はい、だから まだね7月35試合ぐらいなんで、はい、まあ、30% 終わった時ですから、まあ、ここから改善してね8月構成期待したいですね、はい、